ハッピートイジャーへようこそ。こんにちは、ハッピーパパです。まあ先日ハッピーリュウくんがファンタジーゲーマーを、実際これ現物見ないで写真とかだけで、ファンタジーゲーマー作ったんですけど、今回はハッピーパパがファンタジーゲーマー作ってました。ハッピーリュウくんも結構気に入ってくれたんですけど、いかがですか？はい、あ、撮れたレゴなのでちょっと触るだけでパキッと、壊れちゃうんですけどすぐ直せます。はい、結構頑張りました。正面から見た感じなんですけど、その前にまず色がですね、このワインレッドっていうかピンク色っていうのがですねちょっとなくて、赤でとりあえず作ってみました。で、顔のところから見ていくと口のところ黒くなってます。そして目のところは、ここ水色で表現して、目の玉のところ赤のクリアパーツ使ってます。で、ここの角の部分は、これがですね、これだとなんか眉毛っぽくなっちゃったので逆にしました。なんかこっちの方が向きは本当さっきの方がですね適切だと思うんですけど、こっちの方がですねちょっとまとまり感があったので、はい。であとは手のところを、こんな感じですね。で足の部分も、こんな感じで、後ろのマント部分、はい、こんな感じになってます。はい、結構完成度としてはいい出来ではないかと思いますが、残念ながらこちらのファンタジーゲーマー、ハッピーリュウ君が作ったやつよりもちょっと完成度が下がっちゃうんですけど、ブレイブとの合体っていうのは残念ながらできません。しかし結構近づけて、作ったとハッピーパパ的には思ってます。はい、いかがでしょうか。ご感想をですねコメント欄の方にどしどし、お寄せいただけるとハッピーパパ嬉しいです。はい、という感じでこんな感じですね、ちょっといくつかまた作品が出来上がっていきそうなので、今後の予定としてはそうですね、やっぱりシミュレーションゲーマーですかね、そちらの方もアップ、していこうと思ってますので、お楽しみにしててください。ハッピートイチャンネルご視聴していただいてありがとうございます。ご感想ご意見チャンネル登録、そしてまたこんなレゴも作ってほしいというご意見がありましたら、リクエストありましたらぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上です。イエーイ。角こっち向きの方がいいですかね。そうですね、あとこちらの方の色がですね、このワインレッドのですね、色がレゴがゲットできるようになったらちょっとまたこちらの方もですね、更新していきたいと思います。はい、お楽しみに。